はい、とりあえず終了しました。あんまり草が多いんで、今日はですね、畑の方も8センチの高さで刈りました。もう草だらけの畑になってしまっているので、もうしょうがないですね。で、あとですね、やっぱりどうしても障害物のあるところはきれいに刈れないので、まあ一応ですね、ここも8センチで刈ってます。ここはさつきの切り株とかそういうものが結構あって引っかかるので、でここは1センチじゃなくて2センチで刈ってます。まあ、2センチで刈るとね、結構きれいになるんですけど、どうしてもね、こういう端っこは手持ち式の草刈り機でまた後から補正してやらないとちょっと無理ですね。ということで今日の草刈り終了します。まあ自走式草刈り機、きれいにまた洗う関係があるので、まあ一度に済ましますけど、まあちょうど初めて1時間ぐらいでも刈れました。これ手持ち式草刈りなら1日やっても終わらないと思うんですけど、まあその辺は本当に楽に1時間ぐらいで終わることができます。ということで今日もよろしくお願いします。
最後に余談になりますが、あの今年はね台風が来てないからもう雲の巣がひどいんですよ。もうそこら中雲の巣だらけで、草刈ってるとこの雲の巣の餌食になってしまいます。
これだけ草の塊が刃のところについてます。それで草を買ったすぐですともう簡単に取れるので、こうやってすぐにやるようにしてますが、これが1日か2日経つと固まってしまってなかなか取れなくなるので、やっぱりすぐやった方がいいと思います。綺麗になりました。まああとは半日ここで乾かしてからしまっておきます。今日も暑い日になりました。天気予報曇りでしたが全然曇りじゃなくて、もう太陽しっかり輝いてます。